注文があれば、なぎなたとかやりとかはどんなのでも作ります。焼けたのが飛んでくるからこれ15回から20回ですね。刀と同じように鍛え上げてますので、切れ味も本当にいいです。もうこの包丁を使われた方は感動されてます。これでしたら1本作るのに大体5インチ、6インチ。豊水と言います。小宮豊水と言います。あれやってるのが兄です。これは刀の材料ですね。刀の材料で包丁を作ります。ここはだいたい1300度ほど上がります。だいたいこれくらいぐらいの厚みに薄く泣かします。だいたいこれで5ミリぐらいかな。温度が足らない。怪我はないですけど、やけどはありますね。鉄叩いて焼けたのが飛んでくるから、刀鍛冶さんはみんなあるんだ。焼きを入れたから鋼だから割れるんですよ。これはいいやつですね。炭素が高いですね。これはこの割れ方とこの鋼の状態ですね。粒がよく締まって締まっていい地金になってます。もう大体刀とほとんど変わらないんですよ、やり方は。これをですね、テコに積みます。1本作るのにだいたい5インチ、6インチ。刀とか短刀とかだと登録がいるんですけど、これは包丁として作るから何にもいらない。自分たちが登録しとるから、買われる方はすぐ買われる。積み方で 肌の出方が変わるんですよ。絶対同じ肌は出ないです。ダマスカスとかですね、あれはですね、硬いのと柔いのと交互に積んでいくんですよ。それで大体あれが13層ぐらいにこう積んでくっつけて、そしてそのまま伸ばしていくんですよ。折り返し鍛錬しないからですね、あれは。だから折り返し鍛錬することによって、何十層何万層という鉄の層ができるんですよ。だから強くなるんです。これくらいぐらいしないとなかなか。はい、これに泥汁をかけます。炭ですか。もう大体10俵は使いますね。10俵12キロだから120キロぐらい。これ濡れた布です。手前が熱くならないように。だから乾いてくるからたまにかけます。やっぱり
温度が高くなるとメガネも歪んできますから、キノコが飛んできて焼けてる。だから保護する、メガネが悪くならないようにガラスのメガネで保護してるんです。あのメガネ買うと高いでしょ、だから100円の保護メガネ私はもう何歳中か、もう正式に就いた、あの仕事始めたのは17の時です、はい、でもその前からもうちっちゃい時から工場の中ずっと入ってきていろんな手伝いやってましたから全然やりたくなかったです。違う仕事やりたかったです。車のことやりたかったんですよ。鍛冶屋さん自体がいなくなるかもしれない。東証さんが刀鍛冶というのは売れないと作れないし食べれないし、だんだん現代では少なくなっているからですね、趣味を持ってある方とか、まあ居合とかなんとかされる方もいらっしゃいますけど、まあそういう面ではずっと先細りにはなっていくと思います。なくなるのはですね寂しいですよね、長さとか厚みとかが揃ってこう切って、それでまた包丁を伸ばすという形、包丁の形にしていくということですね。ああ、いや仕事やっぱ一番うまいですよ。自分はそういうのは下手なんで。はい。毎日はやらないので、やっぱあのたまにこうやってすると、仕事をやった後はご飯なんか食べるとき箸を持つじゃないですか、もう手が震えるんですよ、もうずっと力使ってるからですね。これ15回から20回ですね。もうあの鉄の都合で回数は変わってきます。江戸時代は先祖は柳川藩のお抱えの刀鍛冶でした、はい、でもその前からだから本当のあれが分かんないんですよ。一応大体250年くらい、までは分かってるんですけど自分は刀ですると7台か8台、まあそれくらいぐらいですかね。それぞれにあの当初なので、もうそれはもう自分たちでそれぞれにやってはいます。ただ包丁とかなんとかはあのまあ一緒にあの作業上の流れでこうずっと、はい、これは包丁の外側になる部分ですね。もうそれも硬い鉄と同じように折り返し鍛錬して出来上がったやつです。今度はこれを U の字に曲げます。これが右左違うと偏りしてしまいますから、同じようにならないといけないです。
こう失敗すると傷になって包丁が使えなくなるから。自分が一番最初刀作ったのは傷が出ました。2本目からは傷出てませんけど、でも今も傷は出ます。刀はもうほんと難しいです。だから包丁にしても刀と同じようにしてるから失敗はあります。 ねじれていったら刃が真ん中に来ないからですね、ねじれないようにきっちりと伸ばさないとダメなんです。一番緊張しますね。機械で打つから早いからですね、うん、機械はきついと言わないから、うん、壊れたりした時はもう自分たちで修理かバラして送ってやってもらうとか。この大きさの包丁を作ります。鉄の色です。鉄が焼けた色がこの色です。もうこれはもう他のやつでも一緒ですよね。そっちは熱い。うん、手袋はめるとこっちもダメ。小宮春樹です。長男です。やってみたい、作ってみたいっていうのが多分出てきたんで、それからですよね、ずっと。父たちみたいにうまくできるのかというのも私、まあ、今父と叔父がやってるんで、まあ、その分をカバーできるのかが分かんないですよね、まあ、そこが一番プレッシャーですよね。まあ、見てるだけでもですね、勉強にはなるので、後にはやっぱりやっていかないといけないことだからやろうとは思ってるんですけど、なかなかそこまでの技術が父たちに追いつくのかどうかがですね、見とかないと自分がやった時にそのやれる人がどういうふうにやってたのかを覚え見て盗んどかないと、しようと思ってもできないからですね。まあ父もですね、背中がかっこよかったって感じ、まあ何でですか、野球選手になろうって思う理由とか、やっぱ憧れの人とかいるじゃないですか、あの人みたいになりたい、まあそんな感じですよね。次焼き入れです。別に継がなくてもいいとも言われたこともあるし、継ぎたいなら継いで一緒に仕事すればいいやんみたいな感じ で、まあやりたいようにやらせてくれている父にはやっぱ感謝しますよね。いや、私はもう継いでも継がんでもいいと思っておりましたけど、いつの間にか継ぐということになったから、嬉しいのは嬉しいですけど、家内はめっちゃ反対しました。声たいけど超えれない存在かなと思いますよね。ブブブブンでやっぱできないところもあるし、
まあ、父もですね、まあ、年取って衰えてくる部分もあるんで、まあ、できなくなる部分もある、あってくるし、こっちができるようになってくる部分もあるからですね、まあ、超えたいけど超えれない存在なのかなっていう感じですよね。焼き入れが終わったので、その歪み直しをやって、これから研ぐところです。自分たちで作った道具ですね。これは手に持ってやるとものすごく持ちにくいし研ぎにくいからですね。これは錆止めです。このまま水でするともうすぐ錆がしてしまうからです。研ぎの後磨き、また後からまた研ぎはやるんですけど、先に磨かないと研ぎ代がきちっと揃わないからですね、磨いてからまた研ぎ代を合わせます。今の砥石が終わったらもう一つ上の砥石をかけます。目が小さくなってくるんですよ、だんだんと。この粗い目がまたなくなっていきます。一つの砥石で、両面だから40分1時間ぐらいかな。磨くのに、でその後にまた小さいかけらみたいなのをずっとこういうふうに研がんでいきます。はずやというのはこういった和紙紙に砥石を薄くして貼ったやつですね。あんまり大きいとやりにくい、違うところに傷が入ったりするから、指先にはまる程度の砥石ですね。これきれいになるまでです。これですると白くなります。これをずっとかけていきます。玉鋼っていうやつで作っております。普通の包丁を作るよりも10倍時間かかるんですよ。私たち刀鍛冶じゃないと作れない包丁ですから、こういった包丁はもうどこにもありませんから、切れ味も長く持ちます。本当にもうこれ使ってある方じゃないとその切れ味はわからないと思います。こっちが刃に対してですね、物に対してグッと入っていく、っていう感じですね。こっちの方がばらけないですね、抜いていくのに。刃が入りやすい。もうこの包丁を使われた方は感動されてます。日本の包丁がよく切れるってどこでも言うでしょ、外国。それはやはり鉄の鋼を使ってるからです。真ん中に入れて切れ味はよく切れるし、切れ味も長く持つのはやっぱり日本製のやつ。鋼が入ってるか入ってないか。
作り方は刀と同じように鍛え上げてるんですけど、作りは包丁作りにしてますから研ぐのも研ぎやすいし、切れ味も長く持ちます。これは本当おすすめです。